高中正義のブルーキラスという曲でしたが、次にですね、山下達郎のウィンディーレディという曲を聴いていただきたいと思います。
ミックス、小原町のバンドでございまして、こういうのもないですね、小原町のバンドでございます。3年前に、何年ぶりだっけ、30年ぶりに一緒にやり始まったんですけどね、20歳ぐらいでやってたんですけど、一緒にね、そのようなところで、みんな年取ってですね、ワンステージが持たなくなってしまった。お分かりいただければ、歯が入ってますからね。次の日もまた、ワンステージがするペーパードライブを、
セプンという曲を。長くあまり口に交わす
朝日が当たる道という昔コマーシャルで宮沢りえさんが出てるパックで名前付きそれちょっとやらせて
懐かしいけど。懐かしいですね。あのタオルも懐かしいな。はい。タオル。タオルも懐かしいですけど。いや、もうハーフェイズ。長くいいよね。何のコマーシャルでしたっけ？何でしたっけね。忘れました。シャンプーがいいですか？かなりハーフェイズ。もう無理せず。すごいのを見ると、あー、格別ね、いいですね。Thank you.
だと思う。いや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 。それでは最後に、最後だよね、最後なの切れちゃったね。That's so-
吉高さんのモアローキーというところで会社になります。